アフリカ水牛は、哺乳高玉、ヒズメウ牛かアフリカ水牛属に分類される、グーテ定類。本種のみで、アフリカ水牛属を構成する。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、赤道ギニア、 タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、東湖、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マラウイ、マリ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、エリトリア、ガンビア、レソトでは絶滅。エスワキニに再導入。体長200から340センチメートル。 肩高100から170センチメートル。体重300から900キログラム。全身の毛衣は荒く、黒や褐色。死ゆともに、下方へ向かった後に、髪型へ向かう湾曲した角がある。角の基部は隆起し、頭頂部を覆う。2013年に発表された、ミトコンドリア DNA の D ループ領域の遺伝子の分子系統解析では、本種は大きく、アフリカ中部。 西部とアフリカ南部、東部の2系統に分かれるという解析結果が得られた。この解析では、2系統は14万5千から44万9千年、前に分岐したと推定されている。この説に従うと、以下のような分類になるが、アシュ、s c ナナスの英名として、サバンナに生息する方も含むため、ホレストバファローを用いるのは避けて、ウエスタンアフリカンバファローを英名とすることを、 提唱している。草原などに生息する。100頭以上の群れを形成して生活する。1000から2000頭にもなる大規模な群れを形成することもある。老齢個体は群れから離れ単独で生活することもある。白墓時に採食を行い、昼間は水場で水を飲んだり泥浴びを行う。森林伐採や農地開発、家畜の花放木による生息地の破壊。 食用の狩猟などにより生息数は減少している。干ばつや感染症による影響も懸念されている。日本ではスユンケルスカフェルとして特定動物に指定されている。ありがとうございます。